お。どうもこんにちは、さかなです。ポケモン GO 皆さんやってますか？まだやってますか？最近ね、僕のところではね、やってる人がねかなり減ったんですけど、多分ね、なんかレアポケモンが集まる場所にみんな行ってるんじゃないかなっていうね、そんな感じがするんですが、僕もですねこのポケモン GO、配信開始からですねずっと遊んでて、今ね26レベルに、なりました。今回ですね、コイキングがね飴が溜まったんでギャラドスにしてみるという動画をね、初めて出していこうと思います。はいはい、こいつがね僕がね進化させようと思っているコイキングなんですけど、どっちがいいかなーっていう感じのねところでね、まあケイシー映っちゃったらマジだ、ケイシーじゃなくてコイキング、僕はですね主にツイッターの方でね、まあなんとなくなんですけどね、もう日々の散歩と、まあ同時進行でこのポケモン GO を遊んでる感じなんですけど、まあコイキングなんか集まったよっていうツイートしたらね動画にしてくださいっていう声がたくさんあったので、今回ね動画にすることにしました。ではねやっていきましょう。まあこの153の方でいいかな。ちょっとね個体値とか測るサイトあってさ、いろいろ見たんだけどよわかんないね。でもなんかねなんとなく良さげな2体残したんですけど、まあこっちかな。まあ行ってみようかね。コイキングをね進化させてギャラドスになった時に、技のねその2の技がなんだっけ、噛みつく竜巻か、竜巻じゃなければいいと、噛みつくは確か技1のやつかな、なんかハイドロポンプかなんかなら OK なはずっていうね。で竜巻じゃなければいいっていうこのギャラドスガチャね、今回やっていきますよ。それでは進化ね、アメガネには451、結構ねこれ早く溜まったんですけどね、ずっとね動画にしよう動画にしようと思ってね放置してました。いきましょう。やべ緊張する、いくぞ。これ竜巻だったらどうしよう。行くぞ。はっ。来た。お。ギャラドスもね初めてだから、あ、幸せ卵使っときゃよかったな。卵。お。来た。魚がこんなやつに進化したぞ。で、肝心の技は？来た。いいね。あ、図鑑ですね。多分これで110なったかな。そんな感じの図鑑の埋まり具合です。で、おお、お、ハイドロポンプだ。いいじゃん。いいんじゃない？こうなんかね、技のね、いわゆる DPS ってやつ？ DPS ってやつがね、なかなかいいんじゃないかって言われてるやつ？このね、技ゲージがね、短いやつって、威力の割に発動時間が長いんですよ。ほい、図鑑がね、こんな感じ。あ、110なったね。ぴったり110。まだですね、御三家とかね、全然ゲットできてなくて、てかね、捕まえるのがすごい難しくってね。なんか最近やったアップデートで、なんか街中にいるね、僕結構半田舎ぐらいなところなんですけど、そこでもね、なかなかいいポケモンが出るようになったんで、散歩しててね、最近楽しくなりました。最初の頃はね、ポッポこらったばっかで、あれだと思ったんですけど、ね、最近だと結構その、インターネットの情報を見てると、まあ、各都道府県のなんかレアなポケモンが出やすいポイントっていうのが分かってきてて、結構その海辺っていうか海に近いところ、水場に近いところはレアなポケモンが出やすいんじゃないかっていう最近の情報がありますね。こんな感じなんでね、僕もちょっと近々ね、なんかレアポケモンをねゲットしにどっか軽く旅行とかね行きたいんですけど、まあどうだろうな。こうなんか外に行く気になるゲームってねいいですよね。なかなかね今までなかったタイプのゲームなんで楽しめています、ポケモン GO。 それではねまた次回なんかいいポケモン進化させるときね、また動画にしていこうと思いますんで、その時また見ていただけると幸いです。まだねチャンネル登録済んでない方いましたらね、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。あと動画の高評価、やる気につながりますんでね、このポケモン GO だけではなく他の動画もね、高評価をしてもらえると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。ギャラドスに進化させてみるというね、回でした。口があんま動いてないな。すいません。ご視聴ありがとうございました。またお。